ハモリにあり吉弘行が禁煙に成功した驚きの方法とは。最近はテレビなどでタバコを吸うシーンがあっただけで、抗議されてしまうほど愛煙家にはいかめしいご時世。そんなに風当たりが強いのならと、禁煙に踏み切り、成功した芸能人は多い。どんな方法で禁煙したのか、紹介してみよう。ニュースバラエティ番組ワイドナショー、フジテレビ系、での発言がたびたびネットで話題になるダウンタウンの松本人志、52歳。かつては週刊誌のコラムで迷惑はお互い様。タバコの煙くらいが慢性。こちとらずの労働で、タバコが必要なんじゃと発言し、禁煙家から抗議を受けていた筋金入りの喫煙者だった。しかし、スタッフや芸人の先輩たちに勧められて禁煙を決意。2003年頃から喫煙量を減らし始め、翌年には禁煙に成功した。このことについて、バラエティ番組のトークコーナーで何かで禁煙パッチの存在を知って、こんなもんで本当に禁煙できるんか、と思って、試しに貼ってみたらそのまま禁煙できたと発言。かつての言葉が嘘のように一生口から煙をつき続けるなんて情けないと語っている。毒舌でも嫌われない絶妙な処世術で、多くの番組で MC を務めているお笑いタレントの有吉弘行、42歳、は2013年10月24日、自身のツイッターでたった今、タバコをやめました。身近な方々にはイライラから来る暴力行為があるやもしれませんが、お許しをとつぶやいた。当時270万人、現在は500万人以上、を超えるフォロワーに禁煙宣言することで、語には引けない状況を作ったのだ。それから1時間足らずで禁断症状が出たようで、手が震えますね。タバコやめると。手が震えますや、翌日の夜はタバコを強烈に吸いたくなる瞬間が1000回ぐらいあったとつぶやいていた。その後も飲むと吸いたくなるからと酒も飲まず、太るらしいからと食事を減らし、辛いから寝てる。禁煙じゃなくて断食道場みたいになってきてるなぁと泣き言をつぶやいていた有吉。ガムを噛んで喫煙欲をごまかし、フォロワーに苦しむ姿をあえて晒すという方法を用い、約10日間で見事に禁煙に成功した。プライベートでは2人の子供の母で、その独特な子育て感がかっこいいと評判なミュージシャンの椎名林檎、37歳、は、かつてニコチン量の多いタバコを吸っていた。しかし2004年10月に FM ラジオの公開放送に出演したとき、最近になって、禁煙しました。痰が出なくなって女性らしくなりましたと語り、1ヶ月かけての増踊り時に本数を減らし、最後の仕上げとして、読むだけで禁煙できるという本を読んだと自分の禁煙方法を披露した。この禁煙セラピー本はイギリスの禁煙活動家、アレン・カーの著書で、世界15カ国で翻訳され、イギリス、ドイツ、オランダで毎年ベストセラーになっている。その内容はタバコを吸いたい理由を分析し、吸う言い訳をことごとく否定していくことによって、禁煙を啓発していくものだそうだ。ブラタモリ、NHK、で全国に街歩きブームを巻き起こしている、お笑いタレントのタモリ、70歳、は、独自の方法で禁煙に成功したことで有名。1日60本ぐらい吸っていたが、自分をコントロールする方法を見つけて禁煙に成功したそうだ。2001年3月放送の森田一義やは笑っていいとも。フジテレビ系のテレフォンショッキングに俳優の小野武彦、74、を迎えたとき、小野がニコチンワッペン、おそらく禁煙パッチのこと、で禁煙に成功したという話の流れで、ニコチンワッペンは知らなかった吸いたいと思ったら15数えてたんですと、タモリは自身の禁煙法を語っていた。なぜ15秒なのかというと、タバコを吸いたいって欲望は15秒続かないって聞いたからだそうだ。小遣いが足りず、そろそろタバコをやめようか、なんて覚悟している愛煙家は、参考にしてみてはいかがだろう。